細川頼幸の生誕地である、細川城市、細川頼幸は南北朝時代から室町時代初期にかけての守護大名、室町幕府官僚。下には十四日田、はじめ武蔵守、相模神。細川市の狙撃から直径で数えて六代目にあたる。官能の上乱では将軍方に属し、四国に下校して、阿波、佐抜、伊予などの南朝方と戦った。 細川氏の着流はおじ、細川和氏とその子、清志氏であったが、二大将軍、吉明の執事だった清志氏が失脚し、これを打った頼行が、幼少の三大将軍、吉光の官僚として、幕政を主導、反税令の施向や難聴との和睦などを行った。吉光が長次た後、攻略の政変で失脚したが、その後赦免されて幕政に復帰した。その後は、 養子よりもととその子孫が、芝市、畠山氏と共に三観令として、惑星を担った。よりもと以後代々右京大部に任ぜられたことから、この系統は慶長家と呼ばれる。三河国の方軍、細川郷にて、細川頼春の子として誕生。陽名は薬老。資料上の所見は、官能の上乱における、阿波国での軍事行動となる。初代将軍孫氏に従う。 父のもとにあったが、昭平五年、官能元年に、阿波の国人、小笠原頼清が、乱に乗じて南朝に属すると、父に代わり、阿波に派遣された。阿波在人中の昭平七年、官能三年に、南朝の京都信仰で、父が戦死すると、頼行は弔い合戦のため軍を率いて、上京、将軍家氏義明に属し、佐野帰国の軍勢を率いる弟、 大優らと共に男山合戦に参加して南軍を駆逐した。その間に阿波の南軍が再び活発になると、頼行は父の阿波守護を継承して両国経営に従事し、小笠原氏や伊予国の河野氏黒人勢力らとの戦いの中、次第に四国における両国支配体制を固める。この頃、南朝と通じて、 山名と旧寺ら反爆不勢力を結集させ、中国地方から伊予にかけて、勢力を及ぼし、京都を脅かしていた、足利忠冬に対し、吉明が政党の軍を起こした際は、阿波の頼行は、伊予への発行が命じられ、昌平九年、文那三年には、河野道森に代わって、伊予の守護に部任された。吉明軍は翌年進発したが、越前国守護。 柴高恒の離反で、ただ冬勢に、京都を奪還されたため、頼行は引き返した吉明と共に、京都奪還に加わり、摂津人南合戦に加わった。南軍駆逐後は、いとこの清志氏と共に、見本院賢春を訪ねるなど京都に滞在し、右馬頭に任じられた。翌昭平11年、塩分元年に再び、ただ冬政党軍が起こされると、頼行は、 ビンゴ国守語に部任され、九州で勢力を持っていた、ただ冬の追悼を指揮する大将を命じられた。この時、よりゆきは、決勝処分権を将軍孫氏に拒否されたため、就任を固辞し、阿波へ下国しようとしたが、重慶期氏の説得で帰京したという。よりゆきは、阿波の南軍に対しては、有力機関新開氏を守護台として備えつつ、自らは、中国地方へ発行して、 備前国、備中国、ビンゴ、乏、秋国、イオなど数カ国を統括し、各地で軍勢催促や感情授与などの軍事指揮権のほか、所領安堵や守護権限など行政職権を行使している。正式な幕職であるかは不明だが、よりゆきは軍事指揮者として中国大将、地方統括者としては中国官僚と呼ばれており、長戸短大として、 中国地方に勢力を広げたただ冬に対抗させる幕府の意図があったとも考えられている。頼りが忠冬勢力を筆足させ、中国地方を平定している頃、中央では将軍孫氏が死去して吉明が二大将軍となり、頼りのいとこ、清志が執事に任命された。だが、昌平17年、常時元年に清志が、 柴ばや佐々木同与らとの清掃に敗れ南朝側に走って阿波へ下ったことから、頼りは吉明から、清志市討伐を命じられた。7月に佐野帰国へ移った清志勢を、頼りは、打たずの兵を率いて、白鳳城で破った。清志氏はこの戦いで敗死した。清志氏討伐中、再び活発化した、ただ冬勢力だったが、その有力な支持勢力だった。 大内博代や山名時氏らが幕府方田に基準していたため、やがて鎮圧された。時氏の基準工作には頼り行きも関わっていたとも言われる。頼り行きは中国地方の安定により中国官僚を解かれたものの本国の阿波国に加えて佐抜と佐国の守護を兼ね、さらに伊予の河野道もを追悼して四国を平定した。平年、年に、 執事、柴義行とその父高恒が失脚する。頼行は幕府に召喚され、佐々木同与や赤松氏ら、藩芝派の支持や鎌倉久保、足利元氏の推挙もあって、死去直前の義明の命により官僚に就任した。頼行は、当時11歳の新将軍義光を補佐し、官位の昇進、公家教養、将軍神帝である花の御社の造営など、 将軍権威の確立に関わった。内政面では権約令など、法令の制定、昌平23年、王安元年には、公家や寺社の省縁を保護する、反税令を施行する。また、バサラと呼ばれる、過微な社会風潮を規制した。南朝勢力に対しては、昌平24年、王安2年に、楠木正則を足利方に願いらせる工作に成功し、 翌年には、今川貞代を九州短大として派遣して、金長新郎ら九州の南軍を駆逐させ、平定を推し進めた。建徳元年、王安三年八月には、北朝、後光厳天皇が、実施著人新郎への常用を内々に諮問すると、後光厳の兄の須コ上皇が、実施の義人親王が静着であると主張したため、皇位継承問題が発生した。頼は、 事態収集は聖談によるべきと深入りを避けつつも、天皇側を支持するが、上皇側は、吉明の性質で吉光のまま母、渋川幸子らに運動して対抗すると、頼行ゆは、皇金院の異直を示して、介入を封じた。さらに、比叡山など、伝統的仏教勢力と御山の南禅寺など、新興全州勢力の構想から、政治問題が発生した。天竜寺、 住職、朱悟空明派の発議で進められていた南禅寺の老門建造を幕府は助成していたが南禅寺と温寺の構想から南禅寺総上山祖禅が著作において天台を非難すると永山側がこれにも抗議して朝廷に上山祖禅の流罪と老門の破却を求めた。大和側が御腰を放じて入居すると頼りゆは代理を敬護させ豪奏を阻止し朝廷の要請もあり 定山祖前は流罪に処したが、老門造営は続行させた。大和側はなおも破却を求めて、豪祖を続け、朝廷や諸将も三門を恐れたため追憎し、7月には老門撤去を決定する。五山側では、朱国明派が住職を辞するなど、幕府の裁定に抗議し、五山側とは溝が生じることとなった。頼り行きの姿勢は、 性敵である柴氏や山梨との派閥構想、渋川幸子や寺院勢力の介入、南朝の反抗などで難航した。また、今川良春の九州制圧も長期化していた。こうした中、頼りは寺院を表明して、義満に移流されることで信任を回復することも何度かあった。しかし、天時五年、攻略元年に頼りの養子より元を総大将と、 するきの国への南朝政党が失敗する。吉光がこれに変えて、藩よりゆき派の山名氏じよらを政党に向かわせ、さらに、柴市や時より安に兵を与えたところ、諸将は、頼行の悲鳴を求めて、京都へ兵を進め、柴派に転じた、京国高秀らも参加して、将軍邸を包囲した。この攻略の政変と呼ばれる、クーデターの結果、頼行は吉光から、 退去命令を受けて、一族を連れて、両国の四国へ落ちていき、その途上で出家した。公認の官僚には、柴義行が就任し、幕府人事も柴派に改められ、一部の政策は覆された。吉光は柴派の頼行討伐の要望を抑えたが、政変を知った、伊予の公の通行は幕府に帰伏すると、柴派と結んで討伐の御所を受け、頼行に対抗した。 よりゆきは、官僚時代に、弟の雷優に命じて、国人の悲観化を進めていたことから、その力で、通り、京や細川正ししらを破り、講和元年、英徳元年には、通り、京の維持道義と和睦し、文国統治を進めていった。よりゆきの養子よりもとは斜面運動を行い、厳中六年、皇和元年の吉光の五福島神社三景の、折には、 船舶の提供を手配し、さぬの打たずで赦免された。そして、元中八年、明徳二年に、柴義行が義満と対立して、官僚を辞任したことを機に、義満から上落命令を受けた頼行が入居を果たした。義満は、頼行の官僚復帰を望んでいたが、頼行はすでに出家していたため、代わりに、頼元を官僚とし、頼行はこれを補佐することとなった。 幕府役職にない頼行を幕政に参画させるため、吉光は将軍の私的な会合に近かった御前沙汰に頼行を加える形式で開催し、重要事項の審議を行った。この先例は、後に吉光が着難吉持に将軍職を譲って出家した後、自ら幕政を主催する場合にも用いられた。厳中7年、明徳元年。 ビンゴ国が乱れるに及び、頼り行きは貧乏死後になって、これを平定した。翌年の明徳の乱では、幕府方として、山名氏清と戦った後、再び京都に召喚されて惑星に関与したが、現中9年、明徳3年に入って、風が重徳となり3月に死去した。去年64、葬儀は吉光が主催して、小国寺で行われた。 戒名は方法を用いて、永代因伝、慶岸常久大古事。父は、細川頼春、母は、黒沢善二。妻は、寺明院保養の娘で、室町幕府三大将軍、足利義満の乳母となっており、義満と、同年代の実子がいたが創生したとも考えられる。弟には、細川氏着流となった、養子、頼元のほか、淡し五家の祖先春。 泉上守護家の祖、大雄、備中守護家のそ満氏がいる。用紙は、よりもとのほかに、泉下守護家のそもとがいる。墓所はよりゆきが建立した寺である、京都府京都市西京区の衣笠山地蔵院、山形の自然石が、墓石として残されている。地蔵院には、よりゆきの発体の肖像画や木像、よりゆき夫人の肖像画も所蔵されている。その他、よりが、 細川市発祥地に建立した愛知県岡崎市、細川町の細川さん、連成院にも墓がある。よりゆきの遺灰や年次物なども所蔵されている。ありがとうございます。